どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボーホテルのちょっと細かい話ということで動画ねやっていきたいなと思います。で、今回の動画なんですけども、マリオットボンボーホテルにですね、マリオットボンボイポイントで宿泊する場合ですね、必要ポイントがかかって、まあ、その必要ポイントで宿泊ねしていくわけなんですけども、このねマリオットボンボーホテルをですねポイントで抑えますよね。まあ一つのホテルが5万ポイントだったとしますよね。で、宿泊するまでに日付がやはりありますよね。まあ1週間後とか2週間後とか、まあ1ヶ月後とかね、まあ人によっていろいろあると思うんですけども、その間もですね、このマリオットボンボーホテルポイント、この必要ポイントっていうのは変動してるんですよね。ですので、私が取った時に仮に5万ポイントだったとしても、その数日後とかに4万5千ポイントになったり、4万7千ポイントになったり、また5万2千ポイントになったり、5万5千ポイントになったりということで、このね、マリオットボンボーホテルポイントのね、必要ポイントっていうのは、本当に日々ね、変化していくっていう風になるんですよね。で、今回の動画ではですね、これ、必要ポイントね、まあ仮に5万ポイントでね、抑えたホテルが、仮に4万5000ポイントになったらですね、5000ポイント返ってきますよね。だから5000ポイントお得に利用することができるというふうになりまして、今回の動画ではそのね、予約変更のやり方についてですね、解説やっていきたいなというふうに思いますので、最近ね、マリオットボンボプレミアムカードとかですね、マリオットボンボのね、カード発行された方はですね、結構まだね、知らない方ね、いらっしゃるみたいなので、ぜひね、気になる方見ていただければなと思います。それではね、実際の利用方法をね、見ていきたいなと思うんですけども、まずね、マリオットボンボーホテルでポイント予約入れた後にですね、こちらね、PC の画面なんですけども、これね、スマートフォンアプリではね、確かできなかったと思いますので、必ず PC のマリオットボンボーのサイトでね、行ってください。で、ログインしていただいて、一番右上にですね、ご自身のお名前が書いてあると思うんですけども、その隣にね、マイトリップってのが記載ありますよね。で、こちらをね、クリックしていただくと、その次にですね、予約一覧が出てきますので、そこでね、詳細を開くとですね、こういった形になります。こちらね、私の今後の、宿泊するホテルなんですけども、ちょっと名前等々はね、ちょっとお楽しみということで隠させていただいておりますけども、まあこういった感じでですね、どっかのシェラトンに、まあ一泊する予定があるっていった感じになるんですよね。で、こちらにですね、真ん中の右の方に表示変更とキャンセルっていうね、ボタンがあると思うんですけども、こちらのね、表示変更をね、押していただきます。で、ここで注意事項なんですけども、この右側ね、キャンセルボタンっていう風になっておりますので、こちらね、注意してください。表示変更の方をねクリックしてくださいね。キャンセルの方ね、押さないようにしてください。そうするとですね、次のページでこちらの画面がね出てきます。客室ワンキングということで、まあ予約しているね、宿泊の客室がね表示されると思うんですけども、一番右下の方にですね、今取っている宿泊のポイントですね、表示されております。このホテルね、非常にポイント数少なくて、こちら1泊2万3000ポイントでね、宿泊予約ねできているっていう風になるわけなんですけども、まあ仮にね、この2万3000ポイントがもしかしたらですね、2万2000ポイントとか2万1000とか、もしかしたら2万5000とか上がってる可能性があるんですけども、こちらをね、見ていきたいなと思うんですけども、今はね2万3000ポイントで抑えさせていただいております。で、上の方ですね、客室を編集するっていうボタンがあると思いますので、こちらをねクリックしていただきます。そうするとですね、次のページに行けるんですけども、ここでもまたね、客室をキャンセルっていうのはその下の方にねありますんで、こちら押さないようにね注意してください。ではね、客室を編集するをね押していただきます。そうするとですね、次のページに行くとこういった形になるんですよね。こちらが今の必要ポイント数っていう風になりまして、先ほどね、私が予約してたのは2万3000ポイントだったわけなんですけども、こちらね、改めて見たら2万2000ポイントにねなっていたっていった形になるんですよね。ですので、今回ですね、1000ポイントね、安く宿泊することができるっていう風になりますんで、これでね、予約変更していただくとですね、2万3000ポイントではなくて2万2000ポイントでね、宿泊予約がね、入れられるっていった形になるんですよね。ですんで、こういった形でですね、マリオットボンボーホテルをポイント予約した後はですね、こちらまあ毎日やるのはね、ちょっと手間かななんていう風に思いますので、まあ2、3日に1回でもいいので、このポイント予約のレートがですね、どうなっているかっていうのをですね、確実にね、チェックしといていただければなと思います。まあこれでね、1000ポイント返ってくるっていう風になりますんで、まあこれはね、たまたま
一泊だったから、まあ、1000ポイントっていう風になりますけども、これが5泊とかね、あの海外旅行だったらね、7泊とか10日とかね、結構長期間で利用される方もね、いらっしゃるかななんていう風に思いますので、まあ、期間が長くなれば長くなるほど、まあ、これね、多くなっていくっていう風になりますんで、こちらね、マリオットボンボホテルね、ポイント宿泊入れた後はですね、まあたまにでいいのでね、ぜひねチェックしていただければなというふうに思うんですよね。ちょっと私もですね、ずっとこういった動画をね出したいなと思ってたんですけども、なかなかね予約でこのポイントが下がるタイミングがなくてですね、ちょっとお伝えするのがね遅くなってしまって申し訳ない限りなんですけども、まあこういった形でですね、マリオットボンボホテルをねポイント予約した後はですね、ぜひねチェックしていただければなと思います。まあ特にねアメリカのホテルはね結構変動するんですよね。私ねそろそろ海外に行きますって言いながらなかなか海外に行ってないと思うんですけども、今ねアメリカのホテルね数件予約しているんですけども、結構ね下がっております。ですのでもうね1万ポイントぐらいですね帰ってきてるっていうね状態になっておりますので、皆さんね確実にねチェックするようにしてください。ちょっとね話長くなりましたけども、ここからですねこの更新っていうのをね押していただきます。で今回ですね2万3000ポイントだったのが2万2000ポイントになってるっていう風になりますんで、1000ポイントね安くなってるわけなんですけども、これね前の画面と確実に照らし合わせていただいて、多くなってたら意味ないですからね、多くなってたら絶対に変えないでくださいね。あの多くポイント持ってかれるだけになりますんで、少なくなっている時だけこのね更新っていうボタンを押していただきます。そうするとですね次のページに行って、ご利用されるリワードを選択してくださいということで、先ほどね2万3000ポイントだったのが2万2000ポイントでね利用することができるって形になります。でこちらね、書いてある通りですね、1000ポイントがお客様のアカウントに返却されますということで、この変更送信をね押していただいて完了させていただくって形になります。でこちらね書いてある通りですね、一度だけクリックしてくださいということで、2度以上ねクリックするとその分ねポイント持ってかれちゃうみたいなんで、この点はねご注意ください。でこちらね、完了するとですねこういった形で今後の予約ということで予約がね更新されましたっていった形で1000ポイントがね返ってくるっていった形になるんですよね。で一つね注意事項なんですけども、これねおそらくなんですけども予約番号が変わるっていう風になりますんで、スイートナイトアワードありますよね、スイートナイトアワードを通している場合、スイートナイトアワードっていうのはプラチナステータスとかチタンステータスになった時にスイートルームが確約できるねチケットがあって、それを事前申請するっていう制度があるんですけども、まあ これについてはですねこの動画で解説しておりますんで、ちょっと気になる方はこちら見ていただきたいんですけども、このスイートナイトアワードを通していてもう通っている場合ですね、これやってしまうとですね、おそらくスイートナイトアワードも一回飛んじゃうと思いますので、また再申請みたいな形になると思いますので、このスイートナイトアワードね通している予約に関してはですね、ポイントが安くなりそうってなった場合であってもですね、一応ねデスクに一回聞いてみた方がねいいのかなと思います。予約番号はね変わるっていう風になりますんで、多分ねこれ飛んでしまうと思いますので、この点はねご注意いただければなと思います。ということで今回ですね、マリオットボンボホテルのちょっと細かい話ということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、マリオットボンボホテルねポイント予約される方はですね、ぜひねこちら覚えておいていただければなと思います。私はね基本的に予約して数日に1回ぐらいはねチェックするようにしてるんですけども、まあ手間ではあるんですけどもね、これで1000ポイントとか5000ポイントとかね返ってくればですね結構儲け物っていう風になりますし、その下がったポイントでね同じ客室にね宿泊することができるっていう風になりますんで、ぜひね数日に1回でもですねチェックねしてみていただければなと思います。ちょっとね今回の動画は簡単な動画になりましたけども、こんな感じでね終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。